インコ型給油艦は、日本海軍の運送艦。ワシントン海軍軍縮条約締結によって、主力艦建造を予定していたクレ海軍交渉、横須賀海軍交渉、川崎造船所、三菱造船長崎造船所の4カ所では、仕事量の落ち込みが予想された。そのために、これら造船所の仕事量変動を緩和させるため、大正12年度着手予定の給油船1隻。 大正13年度予定2隻の建造が早められ、呉、横須賀、川崎にそれぞれ、のとりょが多球床に1隻ずつが発注された。この3隻が後にインコ型となる。ちなみに、この3隻の建造のみではまだ足りないため、川崎、長崎で準備されていた主力艦の材料により、快速客船を建造する計画もあった。これは、廃案となったが、 大正14年度着手予定の特務艦2隻の建造を早めることになった。川崎には、不設艦に代わって旧カテ艦1隻を発注、長崎には、水雷母艦1隻を発注した。さらに同社神戸造船所での建造が決まっていた、水雷母艦1隻を長崎に変更している。なお、戦士総書31海軍軍船備では88艦隊計画が、 ワシントン会議により整理された対正12年度の官邸新増進計画にインコ型3隻は含まれている。日本海軍特務艦船士では本型は対正12年度の88艦隊計画で3隻が建造されたとしている。先に建造された知床型給油艦の設計に若干の修正を加えた給油艦である。 船体構造の改正とデリック設備の補強を行い、搭載機関の内主管に、知床型の沿管に代わって、関本式水管管あるいは、宮原式水管管を採用した。管型に大きな変更はなく、基本性能に違いはない。低速であったため、昭和に入ってからは、船舶改善助成施設や優秀船舶、建造助成施設で建造された後発の民間用。 高速タンカー、あるいはスノサキ型給油艦以降の海軍の高速給油艦に活躍の場を奪われる形となったが、それでも平時においては太平洋戦争海戦までに知床型の所管とともに石油輸送を合計388公開を行い、外産輸送量は約300万トンに達した。海戦時に海軍が備蓄していた石油の総量は五百万トンであり、 単純計算では、その半分以上を、シレトコ型とインコ型が輸送したことになる。太平洋戦争にも投入されたが、艦隊への洋上給油ではなく、本土への重油輸送に、主に使用された。T14 高分離公巻42特務艦用木ピアニッシュも5から18によると、早友は12センチメートル方二門。ただし、シレトコ型でも、色は、カンポ本ン式水管管。 ありがとうございます。